毎日新聞の岸井です今日は予算の事業仕分けで必殺仕置き人ならぬ必殺仕分け人でものすごく活躍された蓮舫参議院議員においで願いました。 一つもう思いの丈を今日はねい別にごまするわけでも何でもないんですけど、はい、もう本当にこの事業仕分けっていうのは、ね、画期的だったしそれだけの大きな効果があったしこれから日本の予算どう作られていくかなってものすごく国民も、ね、関心がものすごく高くよかったと思うんですけどねただ一方でやっぱり分からない人もいるしそれから蓮舫さんの場合ものすごく目立っちゃってちょっと一言一言とか、ね、表情とかね繰り返し繰り返しながらでしょ。 ただあのテレビの怖さって知ってるたしはからそれでもう分かってやっておられたと思うけどもいろんなご意見賛否両論あったけどもやってどうでしたもう率直な気持ちあの、ね、こんなに達成感のある仕事をさせていただいて、うん、とにかく戦国大臣に本当に私は感謝を申し上げてそして与党になって一番最初にさせていただいた仕事が税金の使い方を変えるこの事業仕分けだったんで政治家になってよかったと本当に思いました。うん うん、政治家っていうのはまさにね税金をどうやって使うかっていうこと自体がね、ま、そ,ですそれが今までこれもねメディアにもものすごく責任あると思うけども予算のでき方っていうのはこういうもんだってこう既成事実があってそれが当たり前のように見ててどこにどのくらい無駄があったかとかその天下りの法人にこれだけ使われたとかあんまりチェックしてなかったっていうのはね初めて知らされたっていうかな。 あの、うん、私たちも野党の時にはもちろん私だけじゃなくて民主党の仲間は予算書、まあ、シーリングの段階夏8月9月ぐらいから発表される予算書を見ながら予算委員会の質問を半年かけて作ってきたんですねただ我々が半年かけて追いかけても手に届かなかった情報というのが今回この情報ありますか とお願いをしたら3時間後ににその情報が手に入るこれが与党なんだというのは実感しましたし例え,例えば具体的に言うと、えー、そこにものすごい興味があるけども野党時代は絶対手に入らないような情報というのはどういうところか例えばですね、うん、まあ分かりやすい例で言うと、まあ、仕分け人なんで個別具体的な例は言えないんですけども例えばある省庁が20億円の基金需要をやりたい。 この20億円の基金事業は必要なのかどうなのかというのを予算委員会の時にやり取りをしますけれども20億円の内訳というのはなかなか明らかにされていない予算をお認めいただいたらこれからその資源配分あるいは費用対効果も含めて正省令で対応していきますというのがこれまでの政治だったんですねだからいわば白紙人ですよ20億を認めますからあとは省庁の責任でやらせていただくし大臣の下でやらせていただくというのがこれまでの政府のお金の 使い方だったんですけれども、今回はその中の何に使うのかという項目を出させていただいて、事業シートに書いていただいて、三億六千万円をシステム設計に使います。この基金の目的を達成するために新しい ICT、IT のシステムを作ります。うん、で、まあ百歩譲って目的のためだったら仕方ないなというところで私たちは野党の時は終わるんですけれども、その三億六千万円が何に使われるかというのを。 えといわゆる仕分けの作業やり取りで明らかになったのが人件費が入ってます、うん、人件費何に使うんですか、うん、いやこのシステムを発注します使い勝手もいります人材育成もしますでもそれだけにしてはちょっと高いんじゃないですかってやり取りをすると実はパソコンを買います、うん、でそのパソコンな何ですかこの事業をしていただける実施主体が日本に120か所あるんですが120か所にすべてにパソコンを整備しますその費用が全部入っています。うん じゃあ単純にシステム設計だけではいくらですかと聞いたら。